どうも、ひろしです。今日はですね、僕が一番こう機能的だと思うテントを紹介します。何個かね、テントは持ってるんですけども、一番使う頻度が高いんじゃないかな。コールマンの、ツーリングドーム ST というテントです。これですね。だいたいこれぐらいのサイズですけども、ソロキャンプを始めるにあたって一番最初に買ったテントがこれ。だいたい2人用。これ非常に機能的なんですけども、まあ、難点があって、まあ、ちょっと大きいよね。あと 4. 点何キロあるからちょっと重いというね。だからツーリングドームという割にはバイクでのツーリングキャンプにあんまり向かないんじゃないかなっていう、そういうところがちょっと難点かなと思ってるんですけども、まあ機能は素晴らしいと思ってるんでね、これ、まあ、結果使う頻度が高くなってるということです。じゃあ早速ちょっと立ててみますんでね。インナーとフライ、そしてポールね。で、あとこれにペグが入ってましたけど、もうペグは捨てましたね。すぐ曲がるしやつしか入ってなかったんで、前回の道具紹介で紹介したこのホームセンターで買ったペグ、これを使って今日は設定しようと思います。まずインナー、素晴らしいところが両側、ちょっと分かるかどうか分かんないけど、まあ後でゆっくり説明しますけど、両側出入りができるんですね。これね、フロント部にはこのコールマンのね、ロゴが入ってる。こっちが前ですね。で、ポールが2種類あるんですね。このネズミ色のやつとこの黒のやつ。まずこの黒のやつをね、組み立てていきます。これが2本ずつ入ってます。一回折れたのでね、これビニールテープでもう補修してるというね。よいしょ。でこれいくらだったかな、1万6000円いくらだったかな。もうだから6、7年前に買ってずっと使ってるんでね、もうすっかり元は取ってると思うんですけどね。で後ろのこっち、ここあるでしょ、こう袋みたいな、袋状になってるでしょ。ここにそのポールをズボッと刺します。でこっち側の後ろもズボッと穴に棒を入れますね。で前はこういうのがついてるんですね。あっちの穴に入れたポールをこう貼りつつこのまた穴にね、こう棒をズボッと入れますね。正式なちょっと順番はわからないですが、もうちょっと両方立ててみますね。このピンがあるんでね、こうピンがあるんで、撮影しながらはちょっと難しいね。簡単ですけど、普通はこう、ここね、これをズボッと入れます。こんな状態ちょっと分かりづらいかもしれないけど、まあこれ手で支えてないと倒れますね。だからこれの真ん中をこう持ち上げます。ここをね、こういうのがついてるんで、カシャンとこうやるとほら持ち上がったでしょ、ね、あとはいっぱいこれがついてるもので、それぞれね、こうカチャンカチャンとこう全部後ろ前も後ろもやっていくんですね。ややこしいことは何もないというね。これでインナー部の設営が完了ですね。
もう夏なんかこれだけでもいいかもしれないですね。で、まあ、ここペグ打ったりとかするんでしょうけど、まあ、そんな風が吹かないから別に打つ必要はないということで今日は打ちませんね。ツーリングドーム ST ね、これが素晴らしいと思うポイント、これね、ちょっとあのフライをかける前に言いますけどね、こっから入るでしょ。さあこっちも後ろ側もね、両サイド、出入り口があると。でここもちろん空気口があってね、うん。でさらにこれは今メッシュだったでしょ、こうオープンでしょ、メッシュ、そしてメッシュだけじゃなくてこのなんていうのこれ、キレ二通り選べるんです。でこれがねなかなかなくてね、両方いけてメッシュを両方ともメッシュいけるっていうテントがね、うん、だからこれオールシーズン使えるんですね。だから非常にこれを気に入ってるポイントは両方メッシュを、両方メッシュがいけるというポイントかな。ほらこっちの前フロント部もね、このタイプのテントがね意外と僕が知ってる限りないんですよね。で当然こっちもこのキレをねつけることができるんで、ほんとこれオールシーズン使えるんだよな。だこのシステムのねテントを開発してほしいんですけど、まあひょっとしたらあんのかもしれないけどね、オールシーズンいけるテントというのがなかなかなくてね、うん、これがもうやっぱりこのテントを気に入ってる最大のポイントかな。じゃあ、フライをかけていきます。もう一個このテントのいいところがありまして、さっきこうねこうインナーを吊るすのにこうつけていったクリップみたいなの、一個だけこれ色が違うのがあるんですね、両サイドにね、前フロント部に。これがさっきのネズミ色のこのポールを立てるとこなんですけど、こういった具合に、このポールをねつけます、ね、ここがね前室になるんですね。でこれ全部中でね止めるようになってるんですけど、もう僕は面倒くさいもんで止めません。でこここういうのがついてるんでね、ここにこう引っ掛けるだけ、ここにこう、引っ掛けるだけ、ラインに合わせて、でここね、そのポール、あの前室部のポール、ここの裏にこれマジックテープみたいなのがついてるんで、ここをビリッとやって止めると、そういうのが何箇所かついてるからね、止めると、うん、でこれね、ここもマジックテープで、ここだけちょっと長くなってて、これ2本止めるからね、止めるとね。でここもね、前の方もこのここに入れると、これを入れるね。ね、こういった具合になります。本当はいろんなとこペグ打った方がいいんでしょうけど、僕が打つ場所はもう目で決まってて、後ろのここ
もう手でいけるわこれね。ここと、次前へ行こうかね。あ、本当はこれ45度とかにこっち倒してやった方がいいけど、俺はもうどうでもいいんで。あ、で、あ、もう一箇所ずつだ。僕もうまだ貼るところはここ横についてるの、ここも一応貼っておきますね。僕はこんな大雨が降らない限り別にね、これがきっちりやんなくてもいいんで。よいしょ。まあ、なんなら こんなとこペグもいらないんだな、雨降らない時は。一応ね。じゃあこんな前傾がこんな感じになると。で、後ろにはちょっとかっこいいジムニーを置くとね。で、このテントが素晴らしいポイントがここの前室ですね。ここチャックを開けると、このチャックを開けると、こういう状態、ほらほら、こういう状態になるんですね。だからここにこう木をね、この先に2本木を立てたら、もうこうやってちょっとしたタープ代わりになるというね、うん、でこういう使い方もできるし、逆にこっちを外してここを出入り口にするというね、使い方もできると。ほら、じゃあ中を見ましょう。そこそこ広いでしょ。ほら、このね、この広さはなかなかいいなと思ってるんですけど、まあそんなとこかな、気に入ってるポイントは。まあ、だからこれとね全く同じ型で、一人用で、もうちょっと軽いやつが出たら即買いですけども、僕が知ってる限りないんですよね。まあ、ぜひね、どっかのメーカーが作ってくんないかなとは思ってるんですけどね。ね、信頼のブランドコールマンね。すげえ汚いなこれ。防水スプレーを振りまくってるからか何なのか、すげえ白くなってる。まあこれでももう何年も使っててね、今でも使えるんで非常に気に入ってるテントではあります。以上、コールマンツーリングドーム ST の紹介でした。チャンネル登録お願いします。